こんにちは、おかしんチャンネルです。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、最近僕急にダイナウディオブームが来てしまいまして、前々回がコア47で、前回がコア7をご紹介したんですけども、今回はコアレンジよりはちょっとお安いレンジで LYD シリーズっていうのがありまして、まあなんでしょうね、ダイナウディオの昔からある BM シリーズより新しくできたシリーズで、まあ実質なんて言うんでしょう、一番売れるラインなのかなと思いますね。この LYD ラインの中の 3way 版LYD48 をお借りしました。発表されたのがね、2017年頃で、コアシリーズより先に出てます。LYD シリーズの中では最後に出てるので、コアシリーズも一緒なんですけど、まず 2way のものをいくつか出して、皆さんのリクエストが多かったので出したというようなストーリーにはなってますよね。まあ、もともとそういう計画だったのか、本当にリクエストを受けて作ったのか知りませんけども、ダイナウディオの方も動画で喋ってましたけど、やっぱりね、2way のスピーカーっていうのは、どこかで妥協しないといけないんだと、音響的にはね。その2キロなり3キロなりでクロスオーバーを切ったとして、下のウーハーで、例えば下が 40Hz から 2.5 キロまでとか、そういう範囲を再生することっていうのは、やっぱりどうしても無理がある。だから、2way スピーカーっていうのは、どこを妥協して、なんというのかな、作っていくかっていうところなんですけども、それがない。そういう設計上の、なんていうのかな、無理とか妥協がないのが、この48だったり、コア47だったりっていう 3way スピーカーだっていうことでしたね。で、大きさはですね、ダイナウディオの前にお借りした、イブの SC3070 とほぼ同じ大きさなんですけど、ものすごいコンパクトです。まあ、見ていただいたら分かるんですけど、これが 23.4cm で、ここは 36.9。まあ、すっごいコンパクト。言ったら、2way スピーカーを横にしたぐらいの感覚ですね。で、しかもこれ、48っていう名前の通り、スコーカーが4インチで、ウーハーが8インチなんだけど、8インチでこんな小さなスピーカー、見たことない。2way でさえですよ。ここのやっぱり、なんて言うんでしょう。そのドライバー以外の部分。まあ、iPhone とかでいうベゼルっていうんですかね、ほとんどないですよね。もうユニットだけがギュッと凝縮してる。で、こうなんか M1 以来のね、伝統的なこのツイーターのカバーというかがありまして、ここのウーハーのこのガク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 ってした、ここもスコーカーもそうですけど、まあダイナウディオのなんていうのかな、伝統的なルックスを受け継いでるけど、実は僕ダイナウディオとその元々の BM シリーズだったりとかの、あの銀色が混ざってる感じ、ちょっと好きになれなくて、こっちの方が全然好きですね。かっこいいなと思います。ちょっとまた PSI と一瞬比べてみましょうかね。これ5インチです。どうでしょう、小さいです。本当に LYD このサイズを置けないうちっていうのはほとんどないと思います。全然本当に選択肢としてリアルに考えていいんじゃないかっていうサイズのスピーカーですね。ちょっと一瞬音を聞いてください。やっぱりコア47シリーズは、前面バスレフだったんで、そこがない背面バスレフなんですよ。だからこそか表面積が小さくできたと思うんですけど、コアシリーズに比べると若干そのやっぱり背面は当然音は出てますね。という感じでいつも通りミックスでちょっと使ってみましたので、比較動画をぜひご覧ください。はい、それでは、毎回定番なんですけども、基本的には BX コンソールの G を全チャンネルに挿してます。で、例外でキック、スネア、ベースにはトラックコンプもかけてまして、リバーブはピュアプレートの1種類です。ということで早速比べていきましょう。では毎回定番からですね、ヤマハの MP8 です。
はい、クリアプロ MG じゃないやつ、第一世代です。オーデジの LCDX、 はい、イブオーディオの SC3070 で 160Hz のデスクトップフィルターをちょっとカットしてミックスしたものです。はい、ダイナオーディオのコア47。はい、ダイナオーディオのコア7。では今日の主役です。LYD48 で聞いてください。
では3way のスピーカーだけさらっと比べてみましょうか。 EVE Audio です。はい、コア47。はい、LYD48。はい、聞いていただきました。はい、そうですね、使った感想とか、まあ、音の感想としては、素直な音で、ダイナウディオのそのコアシリーズとキャラクターは非常に似てますね。似てますけども、やっぱり値段なりの音の差っていうのは感じました。やっぱりコアシリーズはちょっとした凄みがありますね。癖は全然ないんだけど、解像度とかその何でしょうね、音の説得力っていう意味ではちょっと薄いかな、こっちの LYD の方が。薄くてさっぱりスッキリした音。だから、すごく、なんていうのかな、聞きやすい音で、例えば、そのまま YouTube 見たりとか、映画見たりとか、日常生活でもそのまま使えるような、なんていうの、さらっとした音ですね。さっぱりした音。別にその周波数特性がどうとかっていうのは、バランスはすごくいいと思います。で、やっぱりコアシリーズの方はもう、ザ・モニターって感じなんで、でもこっちも身構えるとか、やったるぜみたいな気持ちにさせられるモニターですよね。凄みがすごいあると思います。そのコアとの違いとして、その背面バスレフなんだけど、その良さっていうのも結構ありましたね。っていうのは僕あんまり、基本的に全面バスレフ大好き人間なんですよ。例えば、以前ベアフット使ってた時にちょっと思ったんですけど、要するに横にあれついてるでしょ。そうすると、スピーカーの前面とここに対してその低音がちょっと奥に聞こえる感じが僕は嫌いでしたね。当時はその35使ってたんだけど、でただこの LYD48 に関して言うと、背面バスレフで低音が足されてる感じがサブウーハーがちょっと足されてるような聞こえ方にします。これはEVE Audio はサブウーハーっぽくなるって言ったと思うんですけど、コア47はサブウーハーっぽいなり方とはちょっと違う、もっと一体感がある。でこの LYD48 はどっちかというとそのイブに近いようなサブウーハーっぽい低音の聞こえ方がします。でそれが後ろに出てることによって、なんだろう、例えば低音が遠いなっていう嫌な聞こえ方じゃなくて、むしろここの前のスピーカー、この4インチと 8インチのね、中低域をいわゆる天盛り的な中域にちゃんと使えてるなっていう印象を受けるんですよ。サブウーハー後ろで足されてるんだけど、ちゃんと中域にここの前のスピーカー使えてるような印象を受ける。まあ上の切り方も違うんですよね。コアシリーズはマイナス6デシで言うと31キロまで伸びてるんだけど、 LYD は21キロまでなんでレンジも狭いですよね。だから従来のその伝統的な20キロ属スピーカーの切り方をしてます。で下は 40Hz、 あ、そう、これね、セッティングで 40、50、60Hz ってね、低域の伸び方を変えられるんですよ。そこで面白いのが、その低域を伸ばすと、パワーアンプのパワーっていうのをそこに使ってしまうので、最大出力、音量レベルは下がる。逆に低域を伸ばさないで低域の下を 60Hz にすると最大出力が上がるっていうことが書いてあって、そんな風に説明してくれるスピーカーってなかったから、あ、そうなんだって。やっぱり低域を伸ばすことっていうのはすごくパワーを使うことなんだっていうことですね。だからコアシリーズがウーハーに 500W 使ってるっていうのも、あれだけその30キロ台、コア47で 37Hz までの低域を全く
全く無理なくさらっとサクッと鳴らせるっていうのは、その 500W のパワーがそこにすごく寄与してるのかなって思いましたね。だから LYD はそこまでのパワー積んでない、下が 80W なんで、これを下 40Hz まで伸ばすとちょっと出力がマイナス 5dB だったかな、下がるって書いてありました。でも全然使用上僕はそんなに爆音出さないタイプなんで全く問題なかったですね。そのクロスオーバーに関してもコアシリーズと似てまして、 460Hz 上が 5.5 キロですよ。聞いたことない。だからもうめちゃくちゃここの4インチのスピーカーで中域をそこに特化してる。だからすごい真ん中辺はナチュラルに聞こえますね。うん。だからこうやって3ウェイスピーカーを3つ、まあちょっとトリオは置いといてね、イブとコア47、LYD48 続けて聞いてきましたけど、なんかサイズ感といい、その性能といい、もうこの手のものを一つ持っていない手はないのかなっていうふうに感じました。ただこの LYD48 に関して言えば置けない人なんていないと思うんです、ほぼ。よっぽどね、よっぽど限られたスペースで作業してる方は別として、皆さんだって7インチの 2way とかだったら置けるわけでしょ。だからこれ全然置けます。これとその例えばイブの203なりジェネックの小さいのなり、まあ、アイラウドとかでもいいと思うんだけど、を組み合わせるとヘッドホンを組み合わせるというのが今のやり方なんじゃないのかなと思いました。なんか 3way 買わないという選択肢はないんじゃないですか。買った方がいいです。個人的な好みで言う、まあ好みっていうか、もうちょっとコア47に関しては頭一つ抜けてるなって感じますね。値段なりというか、音オーラというか格というか、それはミックス聞いていただいても伝わるんじゃないかと思うんだけど、値段なりのものはあります。で、この SC3070 と LYD48 に関しては価格帯も近いのかな、ちょっとイブの方が高いのかな、うん、まあ価格帯近くてそれぞれ個性は違いますね。やっぱりね、 LYD48 だと8インチの低音の落ち着き方っていうのは確かにあるけど、 S3070 の低域は負けてるとも思わないけど、それぞれね個性はありましたよね、うん、ちょっとイブオーディオの方が僕の主観ですけど、なんというのかな、少しポップになるというか、ジャンルでいうとこうヒップホップとかポップス、いわゆるアーバン全般に合いそうなサウンドになるという傾向を感じました、イブの方が。LYD は全くそういう意味ではジャンルを選ばないタイプのスピーカーなのかなと思います。で、これツイッターでも言ったんですけど、このダイナオーディオのコアとかこの LYD 聞いててね、そう、僕ふつふつとね、怒りっていうんじゃないんだけど、これ別にヤマハが全然作れるレベルのスピーカーじゃないかなと思うんですよ、まあ、特に LYD なんかはね。ちょっとコアシリーズほどのものをヤマハが作るのかどうかっていうのは、今までそういうのあんまり聞いたことがないから、その会社の方向性というかポリシーとしてね、まあ、それにしても HS が今バッカ売れしてて、むしろ MSP までなかったことにしようとされてるというかでしょ。で、別に HS が悪くはないというかいいスピーカーだけど、あれって結局まあ売れる、バカ売れするラインのスピーカーなわけじゃないですか。値段にしてはいいっていうスピーカーですよね。で、やっぱ世界中で売れてるけど、クリエイターが持ってるスピーカーであって、エンジニアとかスタジオでガチのところに使われているものとはちょっと違う。だからなんか一個そういうラインをね、ヤマハも、まあ、プレミアムラインというか本気で一個作ってみたらいいんじゃないのかなって、すごいね、そのダイナウディオを主張しながら思いましたね。すごいヤマハみたいな音なんですよ。特にコアって超スーパーヤマハみたいな、ちょっとこういう言い方すると語弊があるかもしれないけど、別の本気出したら作れるんじゃないのって思うし、うん、なんかまたこうトップエンジニアの前に新しいヤマハが並ぶの見たいっていう気持ちはありますけどね、個人的に。はい、ということでちょっと話がそれましたけど、まあ LYD48 をお借りして、とにかくそのこのサイズの 3way のは絶対1個検討した方がいいんじゃないのかなって個人的にすごく思いました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。おかしんチャンネルでした。 Twitter、 インスタ、ぜひお気軽にフォローください。 OOP ノート、機材プラン、何かありましたらお気軽にご連絡をください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。